いやあ、前回のパートからため撮りでやっていきたいと思います。刹那圭介だよ。牢獄の庭続きやっていきたいと思います。家に帰った時だよね。夜家に帰って勉強していると携帯が着信音を鳴らし始めた。着信音ってなんだい、なんだい、もしかしてボカロか、女の子。おい、リリリナちゃん結構ボカロとか好きなんかな。かけてきた相手は、なんて読むこれ、笹島エイジ、エイジでこれでいいんかな。私の実の父親なんじゃ。ってことはイリナちゃんはハーフなんやな。イリナレンジって母方の名字もらっとんやな。日本人の父親を持ったんや。笹島エイジか、覚えとこう、なんか知らんけど。もしもし、どうかした？通話ボタンを押し、こちらから声をかける。すると、お姉ちゃん、お姉ちゃん。え？ちょっと待って。笹山英二、そんなやつな。そんな人な。ちょっと精神年齢低いぞ、笹山英二。父のものとは思えない、甲高い子供の声が聞こえてきた。よかったよかった。お父さんちゃうやな、これ。お父さんちゃうやな。びっくりした、びっくりした。これがお父さんだったらちょっと、引くよ、ドン引きやで。精神年齢引きすぎるよ。娘ことお姉ちゃんお姉ちゃん言うた。あ、なんだ、ひよこか。ひよこ。どうしたの？電話の向こうにいたのは、3年前に生まれた妹のひよこだった。あ、3歳の女の子か。妹と言っても半分しか血のつながっていない義の妹だ。半分？ああ、もしかしてあれか、半分しかつながってないってことは、ああ、お父さんが日本人でかつ名字が違うんは、お父さんは義理の父親というか自分とつながってないんだ、イリナと。そういうことやな。父親がと離婚して母方についていって、その母方が別の男と結婚したけん、義の父親としてエイジだったっけ、なんとかエイジって義理の父親がおってみたいな感じなんだ。複雑だ。ちょっと俺設定とか覚える苦手なんですけど、そういうちょっと義理の妹とか半分の半分しか血がつながってないとか、そういう設定増やすな。覚えていくのが大変だ。うん、別に用はないよ。あ、これひよこだった。ひよこって呼んでしまうな。ひよこじゃないのに、普通はひよこって呼ぶだろ。でもひよこって呼んでしまうよな。まあいいや、ひよこでいいかな。もうお父さんに変わるのです。ちょっとタラちゃん風やな。変わるのです。そう、じゃあもう次からひよこのことはもうタラちゃんみたいな声にしよう。どんだけ出せるかわからんけど。受け渡すやりとりが電話の向こうから聞こえてくる。どんなんかちょっとさ、考えてみようか。お父さん、お父さん、お姉ちゃんです。おー、ひよこ、お前偉いな。そんなことないです。めっちゃ頭いいで、ひよこ。あ、ひよこって言うつもりか、ひよこの方が、だったんだ。なんかしっくりき始めたな。まあ、いいや、ひよこに。ひよこにしよう。うん。しばらくすると、聞き慣れた声に変わったお父さんやな。おう、イリナか。悪かった。ひよこが自分がかけるって言って聞かなくてな。あ、かけたんもひよこだったんじゃ。いいよ、別に。父と母は5年前に離婚し、私は母親に連れられ、今はその母と2人暮らしだった。あ、やっぱそういうことだったんやな。4つ下に弟のクリストファーがいるのだが、クリストファー。クリストファー・ロビン。クリスって短くしてる。クリスは父が引き取って一緒に暮らしている。あ、そういうパターン。そんな父は離婚してすぐに再婚し、その翌年に子供ができたものだから、私個人からしてみれば印象はあまり良くない。なんかいろいろどんどん設定増えてる。覚えるん大変やな。もう覚えるん苦手って言うのにな。どういうこと？前の
最初のお父さんがと離婚して、そのお父さんが別の女と結婚して、さらに結あーもうまあまああえと言っても、そのことで揉めたのはもう数年前の話で、今は普通に話もするし、時々会ったりもしている。あ、待てよ。エイジさん、前のお父さんですか、血の、もう考える予想。わかん、頭パンクする。妹は可愛いが、一緒に暮らしているわけではないので、妹というより、親戚の小さい子という感じだった。それで、なんかよ？あ、いや、元気にやっているかと思ってな。そんなこと？それならお母さんに聞きなよ。それはちょっと聞きづらいだろう。こういう感じからして、エイジさんは前のつうか、実の父親なんやな。血のつながりとしては。ああ、そうなんじゃ。で、離婚してからもうこんな感じで電話かけれるぐらいにはなっとると。ああ、ああ。そういうことやな。わかったわかった。つまり、笹山だったっけ、その、エイジさんって。笹葉って名字だったんや。笹葉イリアみたいな、イリナみたいな、そんな名前だったんじゃ。とにかくお母さんは外国人やな。どっかの国かな。二人は職場で出会って結婚したらしいのだが、結婚後はおろか、離婚後でさえ、まだ同じ職場で働いてる。うわ、めっちゃ。気まずこれ、ちょっと会社側もなんかさ、会社側もちょっとなんか配慮とかないん、別の支部とかに転勤とかないんそういうシステム、仕事熱心なのは尊敬するが、時々何を考えるのとの考えているのか理解できない。たまには声を聞きたいっていう親心も分かってくれよ。だったら離婚しなきゃよかったんだと思いつつ、そんな言葉に私は少し照れたりもしてしまった。離婚してからもなんかそういう関係断ち切れてないっていうか残っとるっていう、なんかちょっと温かい感じなんやな。だからこういう時、私が決まって言う言葉は、こんなクソチジーかな。あ、似たような言葉だった。ベクトルが一緒だった。クソジジイではなかったけど、普通にストレートに心に来るタイプのやつだった。キモい。その一言だけなのだ。男からしてみたらさ、その女の子、特に娘やけんな、元とはいえ。そのさ、女性にキモいって言われる男の気持ちよ。辛い辛い。ひどいな、イリナは。そんなことより、仕事の方はどうなの？最近、お母さん、帰ってくる時間が遅いんだけど、もしかして、ちょっと危ない仕事というか、体を売るような仕事に出て行ってないでしょうね、お母さん。あ、いや、まあ、少し忙しいからな。夜一人の時は、ちゃんと戸締まりしろよ。わかってるよ。母も父も研究職か。あ、ごめんごめん。なんか、そういうちょっと危ない系の仕事でもしよんかなって思っとった。ごめんごめんごめん。忘れてください、リスナーの皆さん。何の研究をしているかは、極秘事項らしく、娘の私にさえ教えてくれない。結構頭いいやな、お父さんお母さん。あ、そうそう。そういえば、エリナ。北東区の方に行く用事はないのか？電話を続けていると、父が急にそんなことを言い始めた。疑問に思って、聞き返す。え？なんで？いや、もし何か用事があっても、絶対に行くんじゃないぞって言っておこうと思って。何それ？なんで？いや、なんでもない。あのあたり、変質者が出るとかなんとか言ってたからな。ふーん。北東区といえば、ここから結構離れた場所にある。そんなところ行く予定もないし、そんな場所に出る変質者なんて知ったこっちゃない。まあ、それだけだ。声が聞けてよかった。うん。
通話を終え、また勉強を始める。何だったんだろう、今の。別に深く考えるようなことじゃないが、妙に気になって、その後の勉強に身が入らなかった。翌日、心霊スポットに行くために集まった私たちだったのだが、ハヤト来ねえじゃん。言い出しっぺのハヤトが遅刻という事態。ハヤちゃん、みんな集めといてそれはないぞ。ど遅刻ハヤトって呼んだろうかお前。まあまあ、アカネちゃん、そんな不機嫌な顔しないで。わあ、めっちゃ爽やかやこいつ。これがタカシか。タカシが必死にアカネをなだめていると、目的地行きのバスが出発してまった。あ、行っちゃったね、バス。個人的にこのユカってこう髪型可愛らしくて俺好きやわ。見た目的な好み的なやつ。服も可愛らしい。ユカが残念そうに声を漏らす。あれ、行きたくないんじゃなかったっけ。ああ、なんか性格的に行きたくなさそうなキャラやもんな。置いていくわけにもいかず、それから待つこと数分、ようやくハヤトが姿を現した。悪い、マジでごめん。いや、来る途中にいろいろあってさ。ペコペコと頭を下げるハヤトに、アカネは無慈悲に言い放つ。このクソガキ、みんなを待たせるぐらいなら先に1時間ぐらい早く待つってのバカ野郎。あ、結構シンプルだったわ。さっきのイリナの暴言といい、なんかシンプルな、まあ、シンプルな言い打ちっていうか、そういうのが多いんかなこれ。言い訳はいい、あとでみんなに何かおごんなさいよね。ああ、わかった、おごるよ、おごらせてもらいます。ハヤトはしばらくそんな感じで申し訳なさそうにしていた。さて、じゃあ次のバスを待つか。ああ、タカシ君めっちゃモテそうな感じの雰囲気です。すごい羨ましく感じます、嫉妬します。そう言いながら、タカシがバスの時刻を確認するため時刻表を覗き込む。しかし、げ、マジかよ、次のバス3時間後だってよ。どうやら心霊スポットはかなり田舎の方にあるらしく、バスの運行本数は1日に数本しかないようだった。ほう、なるほどね。もうハヤトが遅れるから、本当に申し訳ありません。さて、どうしたものか。すると、タカシが携帯をいじって何かを調べ始めた。お？タカシ、どうした？何調べてるの？いや、ここでさ、タカシくんが非リア充でさ、ネットオタクだったらさ、ツイッターにさ、バスに遅刻なうハヤトわらわらみたいな感じのツイートするんだろうかな。しかし違ったみたいな感じなんだろうか。私が質問すると、タカシは画面をこっちに向けつつ説明してくれる。いや、何か他にも心霊スポットがあるみたいだし、そっち行ってみればいいんじゃないかなって思って。タカシ、こいつ絶対モテる。こいつ絶対モテる。こいつ絶対モテるやん。もうその発想はなかったで。別の心霊スポット探してみようかとか、もうイケメンやろ、やさおやろ。ああ、もう俺その場に6人目としておったら、もう嫉妬の連続やで、もう。おう、さすがタカシ、機転が利くぜ。あんたと違ってね。すみません。ということで、目的地は変わり、私たちは違うバスに乗ることになった。予想外の展開やな。タカシが先導してバスに乗り込み、私たちはそれについていく形になった。こちらのバスも日に数本しか出ていないらしい。帰りは気をつけなければならない。その心霊スポットって結構有名な感じなの？不安げな声色で
茜じゃないわ。ゆかが高橋に尋ねる。いや、検索してたらたまたまヒットしただけで詳しくは分かんないな。そんなこと前情報もなしに心霊スポットとか行くとかめっちゃ気も座っとるやん。しかもこんな涼しい顔しとけんな。どんだけ気も座ってんの。そうなんだ。もうちょっと調べてみるよ。バスの最後尾に並んで座り出発を待つ。乗客がそれ以上いないことが分かるとバスはゆっくり走り始めた。で、場所はどの辺なんだ。ハヤトが尋ねる。すると高橋はこう言った。来たよ、北東区の方みたいだな。来たよ北東区。あかんやつやんそれ。もうなんかもう、で、場所はどの辺なんだって出た瞬間ではもうピンと来たよ。来るぞ北東区みたいな。え、北東区ん、どうかしたのイリナ。赤荷が不思議そうに私の顔を覗き込んでくる。いや、北東区の方に変質者が出るって聞いて。昨夜の電話を思い出しながら私はそう説明した。本当それ。なんて読むんこれ。怪奇、怪奇な顔で、でもいやもう。怪奇な顔で、赤荷がこっちを見つめてくる。いや、本当かどうかはわかんないんだけど。まあ、でもこっちは5人だし、男も2人いるし大丈夫じゃない。ポジティブだな、赤荷ちゃん。そうそう、変なやついても俺がやっつけるし。いや多分お前すぐに逃げるタイプだと思うよな。やっつけるんは高志くんだと思うな。よリア充。ちょっとハヤト、そうじゃないでしょ。耳貸しなさい。お、何。アカネが呆れた声でハヤトに何か身打ちする。するとそれを聞いたハヤトは声を赤くしながらこっちを見て、変なやつが出てもイリナは俺が守るし。そんな恥ずかしいことをみんなの前で言い直したのだった。はやっちゃんはやっちゃん。なんで堂々とそんなこと言えるし。堂々つかあかんしながらやけどさ。じゃあはやとくん大胆。ほらいつも静かなゆかちゃんだってめちゃくちゃ叫んでる。静かやけど恋愛ごとにはすっごい大胆に乗っかかるタイプなんやな。あかねちゃん、あかねちゃんじゃない。だからゆかのことをあかねちゃんあかねちゃん言ってしまうよ。なんで。ほらほらイリナの顔見てみ、真っ赤になってるよ。なってない。そんなやりとりを続けているうちに話は別の話題へと移り変わっていく。変質者の話はいつの間にかどっかに行ってしまった。なにこれ、めっちゃリア充やん、この組み合わせ。なんかすごい嫉妬するやん。もうちょい行こうかな。いやー、どうしようかな。この辺で終わっとくか。なんかちょうどいいな。多分次あたりね、降りて、到着して、あーだこうだ、あって、事件だー。次回、事件が迫るみたいなぐらいで終わるんじゃないかな。だとは思うんで、それを見越して、ここで終わっときます。本当俺読み間違いとか多いしね、いろいろグダグダするんですよ。正直結構長いと思うんですな、このストーリー。けどそれがゆっくりゆっくり進んでいくパターンになると思いますが、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。See you again.